はい、今回ですね、5月9日、新型フリーの先行情報が公開されて、昼前あたりですかね、公開されてたみたいで、やはり5月9日ですね、先行情報公開。詳しい情報は載ってるんで、まあ内外装とかですね、装備類とかチェックして、で、同時に今日からですね、先行予約受付を開始。発売は6月、まあ、6月の下旬ですね。2種類のモデルがラインナップして、1つ目がエアー。こちらはベースグレードですね。もうデザインに関しては本当にステッパー号に似たデザインですよね。ベースグレードが3列シート6名乗車か3列シート7名乗車。標準車には EX グレードですね。上級車に EX グレードを設定していて、まあインテリアに関しては、ステップワゴンと、あとはオデッセイとフィットを融合したみたいなデザインで、で、二つ目のモデルとして、フリードクロスター、発売当初からですね、3代目に関してはクロスターを発売して、まあカスタムみたいな立ち位置なんですかね。クロスターには3列シート7名乗車ないですけどね、フリードプラスの後継みたいですね、2列シート5名乗車がラインナップしていて、車中泊用ですね。車中泊用として便利な2列シート5名乗車をラインナップ。あと3列シートの6名乗車をですね、キャプテンシート仕様もラインナップしていて、では222ですね。まあ、こちらも個性的なデザインでかっこいいですよね。ブラック基調のインテリアで、標準車ですね。質感高くて。まあ、ステアリングを日本スポークとか、あとやっぱりメーターですよね。フィットとか、あと N ボックスに似たデザインとなっていて、ラケッジ部分もやっぱり先代のフィードプラスと似てますよね。床下に大容量の荷物とかですね、詰めて。で、先代に関してはですね、ワンモーター IDCD だったのがようやく新型フィードで3代目になってですね、2モーター EHEV を積んで、で、肉だけなくて4駆にもですね、設定。で、あとは、ホンダセンシングですね。新機能を追加。先代まではあまり安全性能ですね、運転支援機能も良くなかったんですけどね、かなり、安全装備類もですね、進化していて、新機能も追加。ブラインドスポットモニター、ブラインドスポットインフォメーションですね。アーテン設定。タイプ別設定なんで、まあベースとか中間だったら、メイクアプション設定になる可能性高くてですね。まあ最上級だったら標準だったり。あとは新機能として、トラフィックジャムもついてきて、で、N ボックスとかよりですね、安全装備は優秀で、近距離衝突軽減ブレーキ、で、渋滞通知式のですね、クルコン、オートハイビーム、オートハイビームも先代なかったんですね。パーキングセンサー、急アクセル制御機能、アダプティブドライビングビーム、で、後退出庫サポートですね。お二つに関してはメイクアプション設定。だから新機能として、1,2,3,4,5,6,7,8,9 9つの新機能追加で、従来の機能をですね、アップデート図られて、衝突軽減ブレーキ、CMBS、誤発進抑制機能、後方誤発進抑制機能、歩行者事故低減ステアリング、路外圧抑制機能、で、車線位置、先行車発進、標識認識機能ですね。まあ、高度にはと言いますけど、
他の上級車はですね、ステップワゴンとか ZRB とかと同じくらいの安全性の運転支援機能になってですね、かなり進化してますよね。で、ホンダコネクトも新型では追加、新採用して、スマホで離れた場所から車のエアコン操作や車の駐車位置が確認できるようになってですね、リモート操作、車内 Wi-Fi、自動地図更新サービス、これも便利なんですよね。デジタルキーとしてですね、使えて、緊急サポートセンター、ホンダ速駆けつけサービスですね。これらの機能がついてきて、キャプテンシート、スペックの方まではまだ確定情報出てきてるんですけどね、全幅が広くなっているように見えますね、全長とかも。キャプテンシート装着者が6名乗車ですね。セカンドシート2名乗車に関しては1列目か3列目、ウォークスルーが可能で、シート形状の工夫で移動がよりスムーズに、乗降性能も良くなったんですかね。ベースファブリックシートで、座面も高くなっているように見えますよね。先代は2列目低かったんですけどね、まあ3列目低いんですけどね、そこら辺改善されているように見えますけど、まあ、ステップワゴンに似たシート形状ですね。3列目は大きな窓で明るく開放的に、クッションも十分な厚みってことになってるんで、まあ、サイドガラスとかバックガラスとか大きくなってですね、クッションも厚みを増してるみたいで、で、3列シートの格納方法、軽い力で跳ね上げが可能になったということで、左右跳ね上げ式は変わらないですね。床下収納式になるかと思いきや、まあ、末の先代よりですね、軽い力で格納できるようになって、左右シート間の荷室幅もですね、拡大したということで、荷室容量もアップしているみたいですよね。で、3列目まで素早く快適な温度に、リアクーラーをタイプ別で設定。これもいいですよね。車内全体が涼しくですね、なって。クロスター2列目シート車は、サイドパネルを装備。5人乗車仕様ですね。車中泊向けの2列シートに関しては、サイドパネルを装備して、自分好みの荷室を実現。スロープ使用者ですね。普段の趣味も介護もお任せということで、助手席回転シートはラインナップしてるんですかね。で、ボディカラーの方も確定して、標準車フィードエアの方が、フィールドミスト、他のステップワゴンとかにはですね、採用している新カラーで、プラチナホワイト、ルナシルバー、ソニックグレー、メテオロイドグレー、クリスタルブラックパール、プレミアムクリスタルガーネット、シーベットブルー、トワイライトミストブラック、かなりボディカラーが豊富ですね。ここら辺星のマークついているのは友情色で、だブラックとシルバーと、ブラックとシルバーだけですね、無料で。で、まあカスタムという位置づけなのかわからないですけどね、まあクロスターの方に関しては、全8色、標準車の方は9色あってですね。クロスター専用カーですね。デザートベージュ。で、プラチナホワイト。ソニックグレー。
ここは変なメトロイドグレーってことですね。標準車の方にも設定しているカラーで、ブラック、ガーネット、ブルー、ミストブラック。専用カラーはベージュぐらいですかね。なかなか個性的なデザインですよね、クロスターは。まあ、エアの方が万人受けするデザインかなって思いますけどね。標準車の方は、エアの方に関してはサンデーシート車ですね。6名乗車。ガソリンも EHEV もですね、エアが設定されていて、フロント、セカンド、サード、222ですね。アームレストもついてますね。で、あとは、EX の方ですね。EX の方は、肉の方には7名乗車をラインナップしていて、肉と4区6名乗車。こちらもですね、ガソリンと EHEV の設定があって、まあ、上級車両だけあってですね、標準車質感が高くて、あとインテリアカラーもグレージュかブラックかですね、選択できて、で、あとはクロスターに関しては2シート仕様と3レシート6名乗車ですね。こちらも EHEV とガソリン車の設定があって5名乗車仕様ですね、こちらで、副車用スオプションに関しては5名乗車ですね。車椅子乗車時6名乗車になって、こちらもガソリン車と EHEV の設定があってですね、あ、助手席回転シートもありますね。リフトアップシート、こちらに関しては肉専用で6名乗車、 EHEV の設定なくてですね、ガソリン車のみの設定で、あとは純正アクセサリー、ホンダアクセスのですね、パーツもあったりと、先行展示会、確か昨日イオンかどっかの店舗で流出してしまったっていう情報があってですね、昨日時点でもデザインの方とか判明してたんですけどね、まあ今日5月9日に先行情報公開で、6月下旬、27か28日あたりって言われてますけどね、発売して、まあ、シャオカークもやっぱり、ツーモーター EHEV とかですね、ホンダセンシングとか、新機能類とか、走行性能アップしたこともあって、特にハイビットの方はですね、値上げして40万近く、ガソリン車の方でも20万近く価格アップするんじゃないかっていうことですね。はい、今回新型ハイビットに関する先行情報をチェックして、流しそう、あとは、装備と安全装備、あとはボディカラーとかチェックしてみたでした。